ハンドメイドキヨちゃんです。今回はダイソーさんのネップラメというこちらの糸を使ってベレー帽を編んでいこうと思います。モヘアのちょっと節のある糸になっています。はい、こちらが完成品になります。このように赤っぽい色と緑っぽい色、オレンジっぽい色とあと白っぽい色のこの節が可愛く出ていて、あとラメが銀色のラメがこう入っている糸なので、ちょっとキラキラした感じになっていて、とても可愛く出来上がったと思います。重さが30メートル、糸長が70メートルになります。手洗いができて、アイロンはかけられません。アクリル 80%、 ポリエステル 14%、 ナイロン 6% の糸になります。塩針が 5.5 ミリから 6.5 ミリ、標準ゲージが16目20段、10センチ平方のメリアス編みの場合になります。はい。で、おすすめ使用針がかき針10号になっていますけど、今回は、8号、5ミリの8号針を使用して編んでいこうと思います。で、編み方なんですけど、以前ベレー帽を編んでますので、そちらの動画を見て編んでください。こちらから、見てくださるといいと思います。そちらはかぎ針が違ってると思うので、これで編む場合は8号針で編んでください。2玉あればできると思うので、2玉ご用意ください。はい。裏側はこのような感じで、横の線がこっちの表よりも目立っている感じの編み地になっています。どっちを表にしてもいいと思うんですけど、私は普通に編んでて表側を表にしました。はい。で、ここの細編み最後、動画では3段細編みを編んでいるんですけど、糸が余ってもしょうがないので、これ7段編みました。それで、8号針でこっちは編んだんですけど、この細編みのところは、4ミリの7号針で、はい、編んでいます。7段編み終えて最後、これだけ糸端が残りました。2玉全部使い切って、このように仕上がりました。はい。で、サイズが、だいたい直径が28センチぐらいになります。ちょっとカーブしてるので、はい、28センチ、このつばの部分がだいたい8センチぐらいで、7段編んだ細編みのところが3センチぐらいになります。はい、このここもちょっと測りますか。だいたい25センチぐらいかな、25センチ。レディースの M サイズぐらいの、図回りになります。可愛く仕上がってますので、ネップラメある方はぜひ編んでみてください。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。次回もぜひご覧ください。ありがとうございました。